MTV Midnight. いつも帽子をどんな時でも離さないっていうか、はい、被ってる、なんか理由あるんです。例えば頭の中に蛇がいるとか、いろいろ理由あると思う。ハゲてるとか。そうですね。そうですね。そうですね、じゃないですね。今日もだったら。うん、なんか被り出すとね、ないと不安になっちゃうんですよね。あ、なんでかわかんないんですけど。いつ頃からそういう帽子に興味を持ってるの？そうですね、毎日かぶり出したのは多分5年前ぐらいなんですけど、うん、割と小さい頃から、うん、小さい頃ってよく帽子かぶりましたよね。なんかあの頃の子供って、うん、今の子供も結構変わった帽子かぶってますけど、うん、今かぶってるのはこれは、これはそうですね、特別名前はこれについてはないですけど。他に名前あるの？名前が、これなんかはですね、アコーディオン帽と言われていて、アコーディオン帽横森良三さんが作った帽子ですね。パフパフすいません。でこっちはピアノ帽って言って、ピアノ、あ、ごめんなさい、ゲストと出しちゃった。ここはなんかグランドピアノの形になってたりするんですよね。でここに鍵盤がついていて、これなんかほとんどかぶってんのか乗せてんのかなんかシャンプーハットのようなすいませんね、例えが悪くていちいち本当に。帽子にまつわる歌とかって自分で作ったことなんか、あ、ないんですけど、それいいですね。そこで気がついてどうぞ。ガチャ。この番組はカネボウ、TDK とご覧のスポンサーの提供でお送りします。100万年も前に地球に降りてきたその水は氷結を繰り返し自然のろ過をくぐり抜け限りなく純粋な H2O に近づいた。カネボウはデナリの水に出会った。天然氷河水からカネボウデナリ誕生。芸術家産業を目指すカネボウです。日本審判ハローデスク。海外旅行をもっと楽しみたい時や困ったことが起きてしまった時、すぐにお電話ください。世界62都市で日本語の話せるスタッフがあなたをフルサポートします。もしもし。はい、日本審判ハローデスクです。世界中これ一枚で安心です。日本審判カード。ぼーっとするの好きでしょ？そうですね、そういう状況で歌いたいなと。あ、そう、うん、じゃあステージとかもすごくリラックスっていう、リラックス、うん、してないと、うん、なんかこう素直に歌えないっていうか、うん、こうお客さんの前に出る前に、うん、なんかこう自分の中で一つ作ってないと、うん、それ今ぼーっとする、ぼーっとって言うとちょっとあれですけど、ええ、なんかそのために何かしたりするんですか？こう体の中ってなんかこう緊張してたりするとこう硬くなっちゃいますよね、うん、そういうなんか固まってるものを全部流したいんですよ、うん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 、だからそういうことをリラックスするためにやるんですけど、まあ、太極拳とか。太極拳？太極拳ステージ前。そうですね、やってんだ、うん、ステージの上でやったり会場の近くの公園でやったりとか。割とね土の上でやるのがねすごくよくて、うん、実はですね、ゆうさんとおりさんはですね和菓子がお好きだと。ちょっと今日用意しました、はい、本当に申し訳ないです。ほらすごい、このセットにこれですからね。うわ、これもありますよ。まあ、これも好きでしょ。
これなんていうお菓子なんですか、これ。これはね、マコロンって言うんですけど。マコロン、マコロン、うん、もうなんか和菓子っていうかね、まあ和菓子ですけど、駄菓子、仙台駄菓子の一個なんです。あ、仙台の、故郷の、はい、石橋屋っていうすごく有名な駄菓子屋さんがあって、いちいちこういう名刺出てきますね。はい本当そんな和菓子、そう、お店もいいんだな。そう、はい、急に嬉しそうになりましたね。さっきまでのスーッとしたテンポが少し速くなってきたのが感じられますけど。ぜひあの召し上がってください。と私が、まあ、どんな味ですか。すいません、ね、あっちこっち行って和菓子とかよく食べる。そんな好き。食べますね、なんかその土地その土地で。あ、そう。でさっきみたいにこういう名刺が、まあ、出てくるということは、あっちこっち言える。いや、そんなにたくさんではないですけど、まあ、でもまあおすすめといえば、まあ、おすすめといえば、はい、三重県の、ほら、いきなり三重県のから始めちゃうからね。はい、平治っていうお店の、平治、平治ってお店のワッフルがね、もうなんかね、すごくショックなほど美味しいんですよ、これは。あとは福岡のこれは洋菓子ですけど、十六区っていうところのダックワーズっていうお菓子が、ね、じゃあお酒とかは全然、こういう大体甘いの好きな人とお酒ダメだって言いますからね。ね、お酒はダメでしょ。お酒は好きでしょ。お酒好きなんですか。お酒はね、ウイスキーは飲みませんけど。何飲むんですか。じゃだいたいワインですけど、うんうん、日本酒とかはダメ。日本酒も少し。あんな酒飲みじゃないですか。
バーチャー。休みの日とかは何やってますか。バイト、嫌な人ですよね、あの人ね。聞こえるように言ってんですよ。渋谷でね、オープンカーでね、女乗っけてね、歩いてんですって。どう思います、そういうの。うちの社長もですから。そうですか。休みの日とか何してるんですか。休みの日はですね、まあ、散歩したりとか。ゆさちゃん。うん、散歩。散歩して何してるんですか。割となんかこうちまちましたところに目を向けて、些細なところっていうかね。些細なところってどういうことなの。まあ、あの、まあ、歩いているおじいさんが、おじいさん歩いてて、おじいさん歩いててちょっとこっちにフリージアの花束持って、うん、こっちにお弁当とか下げて歩いてたりすると、うん、そのおじいさんショックだよね。なんかね、うん、すごく上等な、上等なスーツを着ているおじいさんがいて、うん、それもすごくこう着込んだようなね、イギリス的な、うん、なんかツイードのジャケットみたいなの着てたおじいさんがいて、うん、本当はどこか行かなくちゃいけなかったのに、うん、ついてっちゃったんですよね。あら、まあ、自分の予定変えてそのおじいさんに、うん、なんかふらーって、うん、素敵なおじいさんだなと思ってついてったら、うん、すぐそばがお家だったからよかったんですけど、うん、なんかすごくいい日本家屋の2階建ての植木鉢がいっぱい置いてあるようなお家に住んでいて、なんか書道教室の看板が出てて、多分先生だと思うんですけど、でそういうのつけてってんで、一応そういう家の人だっていう結論が出ますよね。それを知って、なんかね、うん、どうなんの結局。それを知って、あ、そうか、おじいさんはずっとここで、うーんって。特別ね、うん、何があるわけじゃないんですけど、ユサミ森がさ、80のじいさんの後つけてって玄関前でうーんとかってやってるっていう、それ脇から見たらもっと面白いんじゃないかなって思いますけどね。つけられてるかもしれない。逆に逆に、うん、こんな可愛い顔して人を尾行するのが趣味ですなんてまさか言いませんよね、そんな。君の空。
外とか行った時もどっか街へ行ったりするか、うん、そうですね、外国行くとよく本当によく歩いちゃう、うん、レコーディングで行ったりとか、あ、外国ですか、うん、うん、外国は今までどんなところ行きました、レコーディングは、ロンドン、カナダ、うん、オーストラリア、すごく気になるミュージシャンとか、うん、ミュージシャンと一緒にこうセッションできたりとか、うん、ミキサーの方にお願いできるっていうことで行くんですけど、うん、みんな本当にそれぞれすごくいい場所って、いいところ、美しい街、穏やかな人がいっぱいいる街だった。ああ、うん、そっか、それはやっぱ共通したものっていうのは、うん、ね、うん、そうですね、環境とか本当もう普段気になるとか、そういうのを割と大事にするっていうか、うん、そういうタイプなんだ、うんうん、今一番じゃ嫌だっていうとどういうこと、嫌なこと、うん、まあ戦争のことはすごいショックだった、うん、もう、うん、こんな風にならない、あの絶対お話し合いで終わるとどっかで信じてたから、なんか始まっちゃった日の朝は本当にショックで、で急に戦争の話でした。いや、放送の時まで終わってやいいんですけどね、ね、なかなかね、なんかね、なんか行きそうだし、そんな戦争の話を日本茶すすりながらしてんですからね、私たちは本当に本当にね、日本は平和ね、日本は平和ですね、美味しいですか日本茶。この番組はカネボウ、TDKとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。